abacate. タジモン、後ろに黒曜馬。逃げ場がないぜ。どんな炎も水の中までは届かねえからな。若、向こうに抜け穴が。よし、行ってみよう。どこだ？どうやら二の丸らしいな。カブト、あれを見て。なんだありゃ。まさか。そうだ、天柱星はここに落ちた。なんという容器。これこそこのバンクス城の城主ヘビズ半兵衛の形見の鎧。これに天柱星が宿っている。よし、だったら早速。ん？あ？なんだ。冗談じゃない。あんなのに入ってこられたらみんな黒焦げにされちまうぜ。
たな化け物、この地雷や白虎が相手だ。岩や鉄を切らば真っ二つに断ち切り、陣馬を切らば刃の肌に血の跡をとどめるというこの魔剣ダリューガ、恐れぬならばかかってこい。切れぬものなどこの世にないはず。待て。一振りすれば旋風が起き、激すること人雷のごとき。その名も雷神風の威力、受けてみよ。雷神風！さあ！やった！いや、まだだ。何をする気だ。切るのだ、これを。そいつは天柱星を宿してるんだ。そんなもの来たら兜が魔人になっちまう。黒曜丸は天宗星を宿している。奴に勝つにはこの天柱星の鎧しかない。やったぜ、カブト。カブト。いかん、カブトが天柱星に心を奪われた。せい、天柱星を昆風機で封じ込めろ。わかった。できん。じゃあどうするんだ。俺たちが兜を撃つのか。ダメだ、俺には兜は切れねえ。おか、扇風機はどうした。それが見つからないんだ。なんだと、見つからないで済むか。我らは若を追う。何としても扇風機を見つけ出すのだ。わかった。行くぞ。おう。
生き返った。どこ行っちまったんだ。どうなってんだこりゃ。兜の力だ。天柱星によって魔人と化した兜の力がこの城に住む悪霊どもを活性化させているのだ。じゃあ兜を倒さなきゃこいつらをやっつけられねえってのか。あった。へっ、うわっ、くらえ。これじゃキリがねえぜ。私に任せて若を追うんだ。なんだって。このまま二人とも若を見失うわけにはいかん。よし、わかった。どけどけ。待て。貴様らの相手は私だ。どけどけ。ダリューガの梅雨と聞いたくねえやつはどけやがれ。兜はどこだ。なんだ。バンクス城が兜に。
おっと、こうしちゃいらんない。なんだありゃ。話すもんか。ヤコ！天中星！天中星！なんだ！あれは？カブト！カブト！なんだよ、白子のやつ。バカ。五光星の魔人、残るは二人。待て、ここは制限時の所領、許可なく通すわけにはいかん。見つけたぞ。
そうだ、こいつだ。こいつが五行星の一人、天道星を飲み込んだ男だ。天道星宿る聖源寺の巨木、同期でさえ操れぬ巨木に命がけで挑む元秀、そしてついに巨大な魔人を掘り出してしまった。次回カラステング兜、天道星巨木魔人。